はい、じゃあよろしくお願いします。えー、時差の特訓にようこそ。ということでえ、問題4問やっていきます。今問題出てると思うんですが、1問問題表示して、その後自分が解説。終わったら次問題表示して解説という感じになりますので、結構長い動画になると思うんですが、ぜひね、時差を攻略したいと思っている方はお付き合いいただけたらと思います。それでは第1問やっていきましょう。それでは改めましてよろしくお願いします。ということで、じゃあ1問目ですね。 えー、日本と都市 X、まあ、時差の問題よく言うように2つの都市が主に出てきますと。でバスケの試合が現地時刻こっちね現地試合こっちでやってるから。でえっと11月3日の午後6時なので11月3日の、まあ、午後6時ちょっとこの表記でいきますね18時だと。にやっててで日本の時刻にすると、えー、11月これが135で書いてくれてるねえー、っと統計だな。 統計度、まあ、これは書いてなくてもね覚えておきましょう。で11月4日の午前8時この時間だったと。でこの時にこの、X、都市、X、の標準時の基準となる、えー、経線の緯度あごめん経度を求めなさいと。まあ、珍しいですよね時差を求めろではなくてこの情報からここです。まあ、統計か整形かかわらないですけど 統計ほにゃららど、整形ほにゃららどを出しなさいという問題。いい問題ですよね。で、どうやるかっていうと、まずはもう、この時差が分かってるので、時差が何時間あるかなって考えましょう。で、えー、11月4日8時なんで、日本のが進んでます。こっちの方が進んでるね。はい、何時間進んでますかって考えた時に、こっから6時間足すと、ちょうど、えー、と深夜0時になると。6時間足して8時間過ぎてるから14時間。 先に進んでおります14時間ねじゃあ14時間って軽度で言うと何度ずれるのかなって考えるんです。で前もやったようにポイントとしては時差っていうのは1時間が15度でしたよね。これがポイント。だから14時間ずれてるってことは。 ちょっとインクが怪しいね14時間× 1 5度をすればいいとえー、っと2 1 0度かつまりこの都市、X、と日本は2 1 0度ずれてるっていうことが分かりましたじゃあですよあとは、まあ、地図を今から書きますけど地図をみんな,みんなもねイメージしてもらった時に統計1 3 5度からどっちに2 1 0度ずらせばいいのかなまあ2 1 0度大きいからね あのこっちしかずらせないよねって分かっちゃうんだけどでもそれをちゃんと右側と左側どっちに動かせばいいのかっていうのはやっぱりちゃんと分かっててほしいそれに関してはねでえちょっとあのあの大陸書かないでおきますずっとこの動画見てくれてればねここに本書45線ボスです形成のね0度がいるとで日本の統計135度は、まあ、大体この辺ですね日本真ん中に書くからいつもここにいると 統計135度日本ですこれはでその日本のねちょっと右側に裏ボスです、まあ、日付変更線ちょくちょくちゃしておきます180度がいるとでですねその日付変更線裏ボスの左側が先なんだよねこっからこう行くとどん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 時間が後ろに遅れてきます今確認するとこの都市 X は日本より14時間遅いんです 日本のが進んでるからね、都市 X の方が遅くなる。遅くなるっていうことは、この日本の場所から遅くするにはこっちに行かないとだから。こうやって。こっちに210度分ずらしてあげればいいんだってことに気づけば、もうボロタです、こっからは。ではどうやるかっていうと、まあ一気にやってもいいんだけどね。まずボスまで考えましょう。ボスまで。 ここからここは0度から135度だからもちろん135度分ずれてます。135使いましょう。210から135を引くと残りは75度です。つまり、このボスから左に75度ずれるんだってことがわかります。ここで135使ったからね。じゃあ、こっから75、まあこっちもこっちに来るでしょう。こうやってね。75ずれるっていうことは、 青の、青のゾーンとか左のゾーンに入ってるから整形ですよね。ボスから左は整形。つまり、答えとしては、整形75度と。これで終了となります。さあ、問題2でございます。えこの問題を取り上げた理由はですね、 その、K 線が15度で引かれてるよって話をしたじゃないですか。で、基本的には15度で引かれるんですけど、この問題実は15度じゃないんですよね。そうじゃない問題もあるよっていう、一応提示したくて、この問題採用しました。で、もしかしたらみんなね、スマホで見てる方ちょっと見えにくかったかもしれないですけど、ここにね、地図の右下の情報に、以線は20度、K 線は30度間隔で引かれている、まあ描かれていると書いてあります。 つまりこの線は30度ずつなんです。これを15度だと思って計算してしまうともちろん間違ってしまうのでそこを気をつけながらやっていきます。でですよ、今回は都市 D と、あ、都市 D の標準時が P なんで都市 D が右から4つ目。1、2、3、4。まあ、この辺にあるね。もうあの地図とかいいんです,いいです。ここにあるって分かればいい。D ですね。 で、日本が1月1日午前0時の時の都市 D の日付と時刻を答えなさい。つまり日本と D を比べていきます。で、日本に関しては別に、えー、っと、黒に行こうか。統計135って分かってるので、まあその中の地図はど、ね、なくても大丈夫です。統計135度。これはね。あとは D ですね。ここが分かる。分かればいいと。で、ここにちょっとだけ地図を書きました。で、この理由は、えー、ボス。 ずっと言ってるね。えー、京成のボスは本省四五線と言ってイギリスのロンドンを通ってます。で、それがどこっていうのを、イギリスどこっていうのを知っておいてもらわないと困ると思うって書きました。えー、もし見にくかちょっと画面アップにしてほしいんですが、これです。イギリスってこれね、ここ。アフリカ大陸があって、まあこの辺にユーラシアの先っぽ先っぽがある。まあポルトガルとかあるんですけど、この国がイギリスでさ、ここを通ってる。これが、 ボスですいつも言うところのこいつがボスなの。でなんで今回これが分かんなきゃいけないかっていうと D がこのボス基準に左に12344つ目です4つ目このさ右端と左,左端の線同じだからねだから1、まあ、これが1と同じ1234つ目で1つ3 0度間隔っていうことは1 2 0度ずれてるわけですね。 30 60 90 120しかもボスから左に進んでるから D は整形だと。<い>だこの情報がないと、あのー、時差求めることができません。で日本がこれすごいわかりやすいよね。1月1日の午前0時。じゃその時 D はここは何時ですかと。で今ずれ考えていくと、まあ、日本この辺にありますけど 統計度ボスまでの135とボスから左の120度を足さなきゃいけないから135プラス120で、えー、255度ずれてます今日本はこの辺にまあいいや、うん、<laughs> この辺にあるんだけど135度ずれてるでボスから左に120度ずれてるから日本この辺にあるけどここから D までは こう考えててとずれてるとで255を15で割るんだよね。でこうすると1で105だから7かつまり17時間時差があります17時間ね。で、まあ、裏ボスがこの辺にいるわけですけど整形よりもこの統計の日本の方が先に来るじゃん時間は早くなる。つまりり D は日本よりじ 日本より17時間前に戻んなきゃいけない。前に戻る。時間をね。戻すから、これを日付が元に1個下がっちゃうので、12月31日になりますね。で、17時間戻すと、これは午前7時か。ってことがわかるので、まあ答え、ちゃんと答えあれか。早くした方もわかるように書いとこうか。えー、で答えは、 12月31日の午前7時これが正解になりますでは第3問やっていきましょう今回は東京とメキシコシティでございます でまあ、時差まずね考えていくんですが東京はいつも通り統計135度、まあ、日本はね全部統計135度でいけますでメキシコメキシコシティメキシコシティが、えー、成形90度と書いてくれてるので、まあ、成形90度じゃあこのね2つの時差考えていきましょうとまあここまでやったらさもう地図なくてもいいよって方多いと思うんですが一応ね確認でしつこくやることが大事なんで、えー、ボスがここにおりますと。 でウボスがまあこの辺におりますとねゼロ度とまあ百八十度です日付変更線ね本当は縦なんだよまっすぐなんだけどね百八十度でえー、っと日本がこの辺これが、えー、東経東の百三十五度とでメキシコシティは <laughs> ごめん西経なんで左側に行ってまあこの辺にしとこっかな。 ここに整形90度がおりますと。で、この時差考えていくんですけど、えー、時差考えるときっていうのは、えー、ここをね、ここで考えるんじゃなくて、ボスを経由します。ボスを経由して考えていく。つまり、まず、まあ、一気にやっちゃってもいいね。ここまで、当然135度なんで、この間は0度から135度で135度離れておりますと。で、ボスから、この、 この部分も整形90度だからボスから比べると90度離れておりますとじゃあ赤のラインと青のライン東京ラインとメキシコシティラインはボスを経由すると合計で1番これあれだね1番と2番あったな1番が135と90離れておりますので225度離れてるなんか外ののすげえ ごめん広さで時差っていうのは15で割ればいいからこれ割るとえー、っと何の音だ外すごい変な音なってんだけど75だから15かってなるので時差は15時間と雨降ってるのに外何やってんのとなります。これ1番ね。 じゃあ2番です。その時ごめんこの時の飛行時間は何時間かとまた飛行機が絡んでるんだね。成田国際空港じゃあ日本です。を1月7日の午後2時に出発しました。えー、こっちですね。ちょっといいか。黒で書いていこうかね。東京をえー、っと1月7日の午後2時なんで一応14時と書いておきましょうか。に出発しましたと。 で飛行機が直接メキシコシティに向かってメキシコシティの現地時間で1月7日の正午に到着しました、えー、メキシコシコティの7日の月日正午ここで大事なのはこの時間はメキシコ時間ですこれは日本の時間で考えてます だから、ここがもうずれてるんだよね。時間。考えてる時間が違うことによって、こうやって変な感じになってる。だって、14時に出発したのにさ、12時についてるからね。さあ、どうするっていう。で、ここを考えていくんですが、まあ、時差をね、先にずらしちゃいましょう。どっちかを。で、これは、えー、結構飛行時間考えたいので、この日本時間をメキシコ時間に変えてもいいし、メキシコ時間を日本時間に変えてもいいです。どちらでも構わないです。えー、日本に合わせようかな。<laughs> じゃあこのメキシコ時間を日本時間に合わせていきます。いいかいさあメキシコ時間ここを日本時間に持ってくるんです。メキシコよりも日本の方が先に進んでます。<え>ってことはメキシコ時間を日本にする時は時間を先に進めるんです。先に進める。何時間ですか ?15 時間です時差は。つまり15時間先に進めていくとえっと。<laughs> 12時間進めていくから1月8日日付超えるもんね12時間で日付が超えて3時間残ってるから午前3時日本時間のこの時間に着きましたこれによって日本時間と日本時間に変わったからこれで比べることができるねこうやってつまり1月7日の14時から1月8日の3時まで日本時間でかかってるからじゃあ何時間飛行時間フライトね してたのは何時間ですかって考えると,、えー、と10時間で深夜になって3時間足されるから10と3で合計13時間これが飛行時間これ2番の答えね。ですよとこういう感じになります。いいかな でまあ、大事なところは、そのメキシコ時間、まあ、現地時間とか書かれるけど、メキシコ時間と日本時間で比べてるから、どっちかを変える。まあ、もちろんメキシコ時間に変えてもいいよ。メキシコ、メキシコで比べても構わないので、時間をその現地時間というか、その時間に合わせてあげて、どの国かっていうのを合わせてあげて、比べればやることができます。 さあラストですね4問目やっていきましょうということで都市が3つございますニューヨークシカゴロサンゼルスですねまあロスって書いてありますけどじゃあこれは問題が長いのでご,とごちゃごちゃしないように1個ずつ確認していきますまずですねニューヨークから、まあ、シカゴを経由してロスまで行ったんですよ飛行機でねでニューヨークを6月30日の午前8時に出発しましたいきます6月30日の午前8時ですで当然これはニューヨークの時間です 時間はね、ニューヨーク時間で、えー、この時間に行きましたと。でシカゴまでの所要時間が2時間フライトでね2時間飛びました。ってことは着いたのは2時間経ってるから2時間ね経ってるから10時ですただこれは時差をまだ考えていないのでニューヨーク時間ですニューヨーク時間ニューヨーク時間みたいになってるけどねでこのあとですねシカゴで2時間滞在しましたってことでちょっとまったりしたんでしょうね 2時間まあお腹もすくしね2時間滞在しましたしつこいですけどまだ入浴時時間ですでこっからロスに飛びました4時間かかりましたと4時間かかったので6月30日の16時4時間ねただしこれも入浴時間になっていると だから飛行機に関しては、まあまあ飛行機滞在時間も含めてですけど、今こうなってる。で、あとは時差なんだよね、最後。求めたいのは、到着した時、ロサンゼルスは何月何時何時になるか書きなさい。つまりロサンゼルスの時間で求めなさいと言ってるので、で、最後に、ニューヨーク。これが、成型75度。ここね。で、シカゴが、整形90度。 ロスが整形120度と書いいいてててくれてますすさあ結局、まあ、シカゴは無視してもいいですねだってニューヨークニューヨーク時間をこれをロスの時間に変えたいんだからつまりニューヨークとロスを比べていけばいいまあシカゴはちょっと無視しても構いませんこれに関してはねでここの間7 5度と1 2 0度ですまあちょっとねまたかよってあ全部見てくれてる方思うかもしんないけど許して。 ちょっとこうあって日付部屋裏ボスがね、いましたと。で、ここにボスがいて、ボスから、<coughs> ごめん。15度30度って始まるので、<coughs> 喉が喋りすぎだ。まず先にぶつかるのはこっちです。ニューヨーク。えー、ニューヨークの75度が先に来ます。で、75、90、105、120と来るので、ちょっと広く書いちゃうけどね。 ロスがこっち側で120度ですまずは間の角度ここですねごめん120と75、まあ、引き算すれば出てきます間の角度は45度です45度45度ってことはこれを15で割ると3時間の時差が発生しますこれはいいね3時間の時差が発生する最後ですどっちが先なのっていうね しつこいですけど、裏ボス、日付変更性の左です。こっちが先です。先。こう進めば進むほど時間は遅くなります。ってことは、ニューヨーク時間をロスにするってことは、3時間遅くなるんです。時間が。戻さなきゃいけない。遅くなるから。ってことは、この時間から、時差の3時間、3時間、時を戻さなきゃいけないので、6月、 三十日の十三、えー、時だね。十、え、三、ー、時だからこれは午前午後の掛け算をずっとしているので合わせよう午後一時とこれで終了となります。ちょっとこれ省略で書いちゃった日付に関していいかな。 まあ、三つ出てきて、情報も多いんでね、ごちゃごちゃしやすいとこなんですが、やってることね、ずっと変わらないから。変わらない。時差の計算ができるようになれば、まず OK。あとは、どこの時間を考えてるのどこの時間を何の時間に変える必要があるのっていうとこだけ、着目すれば、今回はニューヨークからロスの時間に変えればいい。ニューヨークからロス。 成形75から成形120度。さあ、どうなってる ?45 度違う ?3 時間変わってるどっちが早い遅いって考えれば、導くことができますので、ぜひね、こういう感じでやってみてください。ということで、4問ね、ちょっと編集入れたら何分だったか分かんないんですが、ここまでお付き合いいただき本当ありがとうございました。もしね、もし、あのー、こういう問題もちょっとやってほしいっていうのがあれば、 あの自分のアドレスの方、概要欄に載ってますからね、アドレスに問題と回答と解説送っていただければ、追加で取るかもしれない,かもしれないんですけど、ここまでやっていただければ、だいぶ対応できるかと思いますので、ぜひね、勉強のお供、受験勉強のお供に使ってみてください。はい、ということで、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。